ベルの持ち時間は1分10秒。第5レーン、藤木君、滋賀芸術大学。続いて予選で
続いて後半戦をご注目ください。高校男子砲丸投げの結果確定いたしました。が届いております。野球の皆様のコメントが届いております。また適宜取り入れていただけますようによろしくお願いいたします。続いて中学女子走り幅跳びの結果です。